カタトゥンボの雷カタトゥンボの雷とは、ベネズエラのマラカイボ湖に注ぐカタトゥンボ川の川口周辺で見られる気象現象である。ヨーロッパでも大航海時代から存在が知られており、マラカイボの灯台とも呼ばれていた。雷の発生が非常に多いことが特徴で、稲妻は上空 5km 以上で発生し、年に140から160や一番10時間にわたり、 一時間あたり約280回発光する。また、落雷の際に雷鳴がしないことも大きな特徴である。この現象は世界最大規模の単一の大流をゾン源とされている。干ばつの影響とされるが2010年1月から4月にかけて現象が止んだことがある。マラカイボ発生場所の地理的な座標は北緯8度30分整形71度0分。 北緯8.500度整形71.000度、8.500-71.000と、北緯9度45分整形73度0部、北緯9.750度整形73.000度、9.750-73.000の範囲内である。マラカイボコをまたぐように吹く風と数多い沼地が、この嵐を形作っているといえる。 風はおのずと湖の3方向を囲む急なアンデスの山肌にぶつかり、風が取り込んだ熱と湿気が電荷を帯びて雷雲が形成されることで嵐が発生する。雷は高さ数キロメートルに及ぶほど巨大な天然のアーク放電である。夕暮れの1時間くらい後に発生することが多い。ベネズエラの電磁気学者メルコール選定のは現象を 風の循環の少なさを原因と考えた。1966年から1970年にかけてアンドリュー・ザブロツキーは地元の大学の援助を受けながら現地に3回で向き、マラカイボコニシなど雷雲の直接的な発生源がいくつかあると結論づけた。彼は1991年には温度差の高い空気がぶつかることも発生に関与しているとした。また、 この研究を受けて地盤に含まれるウランも発生に関わっているのではないかと推測された。やがて1997年から2000年にかけて、ベネズエラ、カラボボ大学の教授ネルソン・ファルコンは、現象の小規模物理モデルを世界で初めて考案し、川口周辺の沼から発生するメタンが、決定的な要因であることを突き止めた。メタンは、マラカイボ湖面におけるキクサ類の繁殖にも、 寄与している。ありがとうございます。